はい、皆さんこんにちは、ソーヤンです。今回はホイールに電飾を施す様子を紹介します。ホイールの余分な肉を取り除きます。太い方の端部にピンバイスを通し、余分な肉を筋彫りカーバイトで食い切り、精密のこぎりで細い方の端部を削り込みます。4つのホイールを加工するのに3日かかりました。吉本プラモデル部主催のモコモ見ながらの作業でしたが、動画をダラダラ流しても尺だけ浪費するので、100倍再生1本分だけ上げときます。同様の作業を4個のホイールについて行いました。ホイールのメッキを剥がすことにします。漂白剤に漬け込めば良さそうなのでやってみます。台所のキッチンブリーチを2倍に薄めてホイールを漬け込むと、あーら不思議、メッキが溶けてしまいます。どんな反応が起きているのかご存知の方、化学式を教えてください。メッキは溶けても削りくずは残っているので、小さな平刀や毛がき針を使って掃除します。
細かな傷をごまかす目的でサーフェーサーを拭きました。銀塗装の下地にラッカー系のクリアブラックを拭きます。ラッカー系のスーパーファインシルバー2を拭きます。シルバーの保護に水性アクリルのプレミアムクリアを拭きます。ホイールの裏側部品を切り出します。タイヤ木型で作られたと思われるタイヤには盛大にバリ食っているので、ニッパーや耐水ペーパーを使ってバリ取りします。Thank you.
ホイール裏部品にリード線を通すことにするため、ホイールのポリキャップを留めるのは別の部品を用意する必要があります。その蓋をプラ板で作成します。ホイール LED の前に置く拡散板をプラ板で作成します。
ホイール裏部品にリード線を通す穴を開けますが、計画が不十分だったので、後に広げることになります。ホイールに加工した穴から緑色の光を漏れ出させるために、拡散板にクリアグリーンを吹きます。ホイール裏部品と拡散板に艶消しトップコートを吹きます。ホイール裏部品の凸部分を際立たせるため、ジャーマングレーでドライブラシをかけます。ホイールに拡散板を接着します。前輪ホイールが配置する LED に対して少し小さいので、スペースを確保します。またポリキャップ止めが軸に対して少し大きいので削り込みます。ホイール内に設置する LED もアレイ化することにしました。試行錯誤した結果の決定稿を紹介します。 UV レジンで固める方法を取るために、ドーナツ型をゴム板で作り、両面テープに貼り付けます。ドーナツ型の中に表面実装タイプの LED を配置します。 100V 用の電源コードをほぐして取った導線で LED を並列につなぎます。それぞれの LED に電流制限用の抵抗を配置するスペースがないので、並列につないで LED を1個とみなして、4つの LED に1個の抵抗をつなぐことにしました。それぞれの LED に流れる電流がばらつき、明るさに差が出ることが考えられる弊害です。試してみましたが問題なさそうです。LED の保持と導線の絶縁を目的に、隙
間に UV レジン液を注ぎます。レジン液を硬化ランプで固めます。LED アレイを型から外します。内側を固めます。耐水ペーパーで形を整えます。作った LED アレイをホイール裏部品に接着します。レジンを接着するのにウルトラ多用途 SU クリアを使います。電流制限用の抵抗をハンダ付けして熱収縮チューブで絶縁します。漏光防止を期待してフラットブラックを筆塗りします。タイヤをホイールにはめ込んで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、ソヤンでした。